はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは耳毛も鼻毛も伸び伸びたさん、はい、おいしいラフランスありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。本当に。あと銀歯ハマってよかったです。銀歯ハマりました。そしてネガティブチーム対ポジティブチームで、はい、まあいろいろお話ししましたけども、はい、最終的には単なる恋バナになりました。なんであんなことになっちゃったの。そう、しかもこのねカメラ回す直前までもう本番終わってるのにずーっと恋バナで、この人のねずるさだけが際立ったんですよ。そうなのよ。なんかそれぞれのボクサーの恋愛のスタイルがボクサーのスタイルに例えれる人があそこにいてですね。私何でしたっけ。あとはメイウェザー。もうパもう完全無欠な恋愛の立ち回りだった。で僕はパッキャオらしいです。パッキャオだよね。パッキャオ。僕なんでしたっけ。ロマチェンコ。ロマチェンコ。こうちょっと相撲心。岩の拳で倒すも負けるも。なるほど。ね、もうガーいく。百貨店の人。でここは割と似てる感じらしいのよ。ああ、なるほど。ロマチェンコ軍団。軍団。ロマチェンコ軍団。ネガティブ軍団だったのに。ロマチェンコ軍団です。ロマチェンコ軍団よ。よくわかんないですけども、またね多分企画しながら結局全然違う出口に出るみたいなところもあるでしょうけども、はい、はい、今後とも土曜ドンお願いします。来週土曜日夜7時半から放送です。聞いてください。ロマチェンコ軍団。